すげー。センスゴルフグリップ、重りが3種類あって、利き手のここら辺に重りをセットします。はい、フェイス面が向いてるところが分かりやすい。このグリップだけでこのパターの重心とかね、感覚を変えられる、すごいおすすめ。センスグリップス .jp 皆さんチェックしてみてください。はい、モエカ選手とハシエンダゴルフクラブに来ております。真剣味を出すためにモエカ選手イーブンパー以上で回った場合は200ドルの賞金をリンゴルフから出したいと思います。難しいよ、ハシエンダは難しいんで、ちょっとアンダーで回れる自信ないですけど、頑張ります。頑張ってください。200ドル。90度左ドッグの短いパー5です。フェアウェイの右半分になると、2打目が打ちやすいです。ナイスショー、真ん中全然問題なし、ナイスショー。左に、90度のドッグレッグでフェアウェイ左側に来てしまいました。ちょっと超フッキーな球を、180ヤードのフックショットでよろしくお願いします。あ、もう120、30かな。フックは来ないです。お、復帰ちょっとでかくない？バカでかいし、なんか30ヤードぐらいオーバーしてたよ。でもいいかも。あ、まあ戻ってきてあそこだったら3を狙えます。モエカ選手ナンバー10、第3打、50ヤード、バンカー越しなのでちょっと難しいです。ピンの右側1メートル48ヤードに打てばバーディーパット。おお、良さげー。ちょっと大きいかな。しょうがないよね、ここからは難しい。モエカ選手10番ホールバーディーパットです。約10メートルの下り、ちょっと難しいのでパーが取れればという感じです。惜しいナイスパー、 OK。 11番ホール、短いパー4、90ヤード右ドッグです。200ヤードぐらいを砂ボックスにめがけて打ってください。ナイスショー。まあちょっと左だけど距離が5ヤード10ヤード変わるだけなんで大したことありません。ナイスショットです。11番ホールの第2打目、120ヤード9番アイアンで打つそうです。グリーンは受けてるんで止まりやすいです。ピン左からフレンドリーバウンスなるか。あ、ちょっと大きい。あれはちょっととパッと難しいパットになります。モエカ選手ピンチで超速い90度に曲がるアプローチショットです。90度にどっち曲がる？90度には曲がらないかスライス超速いんで落としどころはもう
グリーンエッジのすぐ先ぐらいで。あ、ちょっとでかいかな、ちょうどいいかな。おお、入った、バーディー、バーディー、ピンチをチャンスに変えてバーディーでした。ワンオーバーに戻しました。おお、入った、バーディー。え、144ヤード、何番アイアン？8番アイアン、ピンの右から、あ、右からじゃねえか、スペードだっけ、はい、左からかぶって、はい、でも傾斜右から左だからピンの。お、良さげ、筋ってる。あ、ショートだ、ちょっとショートしてしまいました。12番ホール、萌花選手パー3、ワンオンしてバーディーパットです。約、7メートル8メートルぐらいの上りのフックラインです。うん、ナイス、オッケー、ナイスパー。